ようこそ宇宙港へ。よろしくお願いいたします。いってらっしゃいませ。遅ればせながらこのエリアの紹介をさせていただきます。前時代の商業都市が水没して早1004年、今では駆け出しエクスプローラーがこぞって押し寄せるマーブルブルー切手の探索スポットとなりました。注目すべきは何といっても大会の主タコトパス。一説によるとこの都市のどこかに巣があるとかないとか。もし巣を発見できたなら貴重なお宝が見つかるかもしれませんね。やあ！はっ！でゃあ！
先よ。やってやる。応急処置だけど。これならいける。お前を信じる。これくらいな。見えてるよ。死を司る炎よ。これで押し潰せ。俺避けよ。お前を信じる。応急処置だけど。
んとか。はっ。死を司る炎よ。こいつは俺が。帯同する大地よ。Thank you.
死を司る炎よ。もしかして、あれは千の効果印。やっぱり嘘だろ。なんでこんなランクの低いエリアに千の効果印がいるんだよ。ルーキーか。この辺りでたびたびタコトバスが目撃されている。ルーキーには少々荷が重い相手だ。この一件が落ち着くまで水没都市を訪れるのは控えておいた方がいい。でも私たちすでにタコトバスと一戦交えました。そんで撃退したんだぜ。ということは君たちがアルフレッドが担当したというルーキーか。アルを知っているんですか。まあな。アルに千の効果印の知り合いがいたなんてな。アルも結構やるじゃん。あなたはなぜこんなところに。タコトパスは深海を好む。こんな浅瀬に出没することはそうそうない。にもかかわらずこれだけの目撃例が上がっているということは何か原因があるはず。私はその調査をしてきたところだ。それで何か分かったんですか。君たちもタコトバスの巣を目指しているのなら自分たちで真相を確かめるといい。それもエクスプローラーとしての醍醐味の一つだろう。タコトバスは本来自ら人を襲ったりすることのない臆病なモンスターだ。優秀なエクスプローラーはおのずと貴重なギフトと巡り合うもの。君たちは果たしてどちらなのだろうな。やっべえ、緊張した。やっぱ千の効果印はかっこいいよな。私は少し怖い感じがした。おお、来たか。もうお前の質問タイムにも慣れてきたぜ。千の効果印ってのはテイヤを仕切っている異星者の名称だよ。全員で7人しかいない選ばれし者たちだ。その時代ごとに推薦や指名で任命されるらしい。そして何より強い。例外もあるが千の効果印イコール上位エクスプローラーだと思って間違いないぜ。
司る炎よ。応急処置だけど。
嘘だろ。うん、
その隙逃さねえ。